はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です、今日のテーマはこちらということになります。はい、30代女性婚活でうまくいかないのは、普通の男性を求めているからということになります。はい、でちょっとまあ私気になる記事がありまして、まあまあなんかその30代アラサーのなんか結婚がうまくいかないのは高い理想を追い求めすぎているからだっていう風になるんですけど、まあ、そんなことあんのかなと気になるんですよ。そうすると要するに世の中 その30代の女性はみんななんていうんですか、高望みをしている結果その婚活がうまくいかないんだっていう、そんなバカな話ないだろうって思って、まあ、ちょっと統計データを取ってみましたということです。はい、統計データといってもそんなに真剣に調べてないんで、で私は婚活アドバイザーではないんで、はい、あくまでまあこういうふうにデータを見ましょうねっていうことになるんですということです。はい、でまずポイントになってくるのが、まあ、要するにこういうのを見るときっていうのは自分の戦闘力と相手の戦闘力を測る必要性は絶対にあるということです。はい、まあ、よく言うじゃないですか、顔を知り己を知れば百戦危うからずってね、顔を知らず、己を知らざれば、戦うごとに必ず敗れるっていうね。はい、で自分のことも知らないですよ、相手のことも知らないですよ、で勝てることなんかないんです。そうですよね、当たり前のことですね。で今自分が置かれている現状がどういう状況かっていうのをちゃんとこう考えておく必要性はあるということになります。で私も生徒から、先生最近未婚率が上がったり、こうなんか結婚ができない女性とかがあるんですけど、結婚ってどうなんですかっていう話にな、まあ女性の生徒からよく聞かれるんですけど、まあもう間違いなく私も言うのは、こういうの嘘つかないんで、私女性はスピード勝負なんですよ。はい、で男子から聞かれた場合は男性は年収勝負っていうね、はい、残酷ですけれども、実際問題はそうですね。はい、女性はスピード勝負で男性は年収勝負っていうのがまあいうことです。はい、ただまあ一番怖いのはあれですよね、年収があって結婚できない男性になるのはちょっと嫌ですね。はい、なんか問題があるんちゃうかっていうふうに思われる可能性は非常に高いということなんですけど、はい、でまず順番にちょっと見ていきたいんですけれども、要は結婚率と要はその婚姻率と要するに確率を見たときにどうなるかっていうことなんです。で25歳から29歳の要するに女性を対象にした未婚率を計算すると、だいたい 61% が未婚率ということですね。100人いたうち 61% が未婚の状態ですよということになるんですね。で30歳から34歳の要するに未婚率は何パーセントですかっていうと、大体 34% ありますよということなんです。でこれを見た時に私からすると、なんでこの婚活サイトみたいなのあるじゃないですか。婚活サイトって、まあ、要するにバナー広告とかでもいろいろあるんですよね。はい、バナー広告とかでいろいろこうなんかアラサーからの結婚とかなんかいろいろあるんで、まあ、広告とかで見てるんですけど、まあ、なんでこんな多いんかなっていうぐらい、まあ、広告が入っとんですよ。で入ってるから、まあ、ちょっと調べたんですよね。でこれ見てもらうと分かるんですけど、要は、まあ、世の中100人の女の子がいたらというふうに考えたんですね。女の子、同年代の女の子が100人いたとしたらっていう話なんです。でミッション目標は結婚をすること。はい、いいですか。でいや結婚をするだけが世の中の人生じゃないって、そんな話はどうでもいいです。今結婚できるかどうかの確率を求めているときに、余計な知識とか余計な感情とかは入れないです。データっていうのはそのデータだけを見て、そのデータが本当のことを言ってるかどうかだけ見ておきます。でそこから逆算して要するに言うっていうことが大事ですね。はい、で、25歳から29歳までの間の未婚率が 61% ということは、これまあ皆さん普通に考えて分かると思うんですけど、25歳の未婚率が高いのが分かってるんですね。分かるんですね。このパーセンテージグラフを見た場合、普通に考えると、まあ、25歳がこうあった時にこういう感じで、要はその結婚率っていうか未婚率がドーンと下がってくるということなんですね。まあ、ナイアガラの滝って私は言うんですけど、ナイアガラの滝現象なので横一線では来ないという、横一線では来ないということになってくるから、後に行けば行くほど不利になるというゲームです。で、じゃあこれがもし仮に27歳を起点軸にして32歳、30から34のちょうど間が32歳ですね。で、この要するに32歳を起点軸にして、もしも要するに下に要するに一直線みたいな感じでこう来たとした場合に、ちょうど未婚率 50% に当てはまるのが29歳なんです。これがで29歳に当てはまるところが、要はちょうど 50% になって 50-50 なんです。ってことは何が言いたいかっていう話なんです。ってことは何が言いたいかって感じなんです。
で、このデータを見て、あ、なるほどねということです。ね、29歳で、婚活を始めたら普通の男性を求めていいってことですよねって。違うぞ違うぞ、みんな頭しっかり考えろ頭ちゃんと使えよ。まずいいですか、結婚もするそうっていうのはまず大体 80% って言われてる。女性の方 20% は生涯未婚です。つまり 80% の80% が、結婚しますよと。で 20% の確率であなたは結婚しませんよと、まあ、いうふうな形で、まあ、答え出てるということになるわけなんですね。ただこの要するに数値自体もあくまで推計値なんですけど、この推計値自体もかなり甘めに見積もってます。はい、あの少子化 の、 あの推計値とかの厚生労働省が発表するのは大体甘いんでっていうことになるんで、いう感じになってくるんで、ここだけちょっと注意しておいてくださいということになる。だから甘めに見積もって公的文書を全部やったとしても 80% ですよということになるんですね。ということは何が言いたいかっていうと、40%、結婚するうちの 40% が大体普通の結婚すると考えた場合、この時点で結婚してないと普通じゃないんですよ。この時点で結婚してたら普通なんですよ。だから27歳までに結婚したいんですと、27歳までに結婚したいんですと、普通の男性と結婚したいですって言うんだったら分かるんです。ってことは27歳で結婚するっていうふうな場合は、付き合い始めてから結婚するまでのおおよその平均年数って確かに2年ぐらいですね。2年だから25歳の段階で付き合っている男とゴールインしてちょうど普通なんです。わかります？つまり25歳ぐらいで婚活をスタートさせました、27歳に到達しました、結婚しました、だったら普通の男性を今求めてるんです、だから婚活したいんですっていうんだったら、話としては理屈としては、ああなるほどねと、ああ25歳ねと、ああいうことになったとしたら、25歳に動き始めました、でその段階で要するにいろいろお見合いしました、ああこの人いいなと思いました、付き合い始めました、結婚しました、で27歳で、ちゃんと結婚しましたってなった場合に対して、まあ大体普通のラインになりますよということになるんです。なるんですよ。で30から、仮に要するに一番いい状況でぴったり要するに30代きっかりで婚活をスタートさせましたとも仮にしたんですよ。30代で要するにぴったりと要するに婚活しましたっていうふうになったら、しましたって言ったらもうよ残ってるのは要するに 34% なんで、もう平均値から大きく乖離してるという状態なんですね。で自分の要するに戦闘力っていうのがこの状況でいうと要は、下位3分の1ということになります。下位3分の1って偏差値で大体40ぐらいですね。大体偏差値自分が40ぐらいですっていうことになるんです。で40とか30ですっていう状態になってて、普通の男性を求めちゃうってなったら偏差値50になっちゃうんですね。要で自分が偏差値40ですって言うんで、普通の男性で偏差値50を求めますって言ったら、条件の不一致なんです。わかります？だからこれが要するに問題なんですよ。でここを多分言わないんでしょうね。多分これ言ってる人いないんですよねでこれ婚活パーティーとか婚活の要するに広告とかその婚活アドバイザーっていう人もここのところあんまり言わない人多くて、言わなくて、だから30代で婚活を開始しましたよって言ったらもうすでに危ないっすよ、もうすでに危険水域ですよっていうことをちゃんと言ってあげれば、だからアラサーで婚活活動してるしね、まあ今の段階でまずいですよと、負けの状態ですよと、いう状態になってるんですよっていうことを、まあ、ちゃんと言ってあげないと、まあ、言えねえか、まあ、言えねえな、はい、ということに、まあ、なるよということですね。だからまあ基本的に女性のパターンっていうんだとしたら、まあ、結構スピード勝負ですね、はい。これ見ると、まあ、私も要するにどのくらいなのか、まあ、いつもあの子供たちに言ってるんですけど、まあ、女の子はまあ大体スピード勝負になりますねという話をまあよく言ってるんですけどね、はい、なんですけど、まあ、イメージとしてはスピードが要するにかなり求められるという感じになります。ただはっきり言っておきますけど、女性の方がまだ、まあ、平等よ、結婚に対しては、はい、男性は要するにどうしても年収っていうもんで何とかしなきゃいけないなっていうんで、どうしてもこればっかりはその差別っていうか、極端な話で顔がいいとか悪いとかで年収って差ついてきますからね。ホストの業界だったらそうだし、
ていうことになってくるんで、まあ、そういう意味ではまあ年齢っていうのはまあみんな同じように時間を経過して同じように時間が経過して、まあ、同じように年取っていくんで、まあなんとかなるかなということになりますということですね。はい、だからやっぱりここら辺はやっぱちゃんとこう考えておいた方がですね、だから自分がこう要するに戦力的に言うと、要するに偏差値40っていう年齢という分に関して言うならば、年齢という分で偏差値が低いですよっていう状態だとしたら、もう他でカバーするしかないです。だから他でカバーだ、英数国リーシャーのうちでも英語の要するに得点が見込めないんだったら、もう数国リーシャーで巻き返しを図るしかないんですよ。でこの場合は年齢なんで時間時を戻そうってできないんで、時を戻せないんだとすると、他の要するに4科目で要するに抑え込むしかないということになるんで、20代の人と同じスキルしかないですよっていう風な状況だったら、まず間違いなく無理ですね。はい。まず間違いなく無理だと思いますね。はい。なんか料理は20代には絶対負けませんとか、掃除はもう絶対20代には負けませんとか、もう掃除の代ができないとか料理ができないとかって、20代の女の子でも別に普通にできますからね。料理や掃除とかその辺のところができませんっていうのはありえないんで、ということはまあちゃんと考えた上で、まあ戦略を立てた方がいいかなということですね。はい、ということです。だからイメージすると30代の女性で婚活がうまくいかないんですよっていうふうになるんですけど、ここですね、ここで動き出さないと、少なく見積もってもここで動き出さないと、まあここにたどり着けないんで、この要するに平均値ラインにたどり着けないってなるんで、まあ30代で婚活、30代で婚活っていうのはちょっと遅いかなというふうに思いますね。はい、ということになります。はい、でまあ男性は大体の35の壁っていうのなんですけど、35を超えて見込んだとあふねみたいなね、はい、感じに今なってくるっていうような感じになります。はい、まあ、よろしいでしょうか。はい、まあ、よろしいでしょうか。だから何事においても、これは別に結婚に関して言ったいわけではなくて、その就職とか、まあ、高校選びとか大学選びとか全部一緒なんですよ。自分の戦闘力を要するに見誤るっていうのを結構な人やりがちなんですよ。結構な人やりがちなんですよ。で自分の戦闘力を高めに見積もってしまうって、これ悲劇なんですよ。自分の戦闘力が低いって 見積もってしまうっていうのは、まあまあ逆に、あとで気づいた、俺結構戦闘力高いなってなった分には逆にいいんですけど、自分の戦闘力を勘違いしてしまってるっていうのは結構後々大変です。だから就活で失敗しますっていうのもそうだし、高校受験で失敗しますとか大学受験で失敗しますっていう時も、時の運っていうのももちろんあるんですけど、自分の戦闘力を過大評価しすぎることによって失敗するっていうのは、これは結構あります。はい、あります。だから必ずデータを見てくださいっていうのはそういうことです。はい、データを見てください。で私もよく言われるんですけど、っていうのはどうしたらいいんですかとか、こういう場合ってよく今ニュースでありますよねって、大丈夫ですかっていう時に、必ずそのデータを見て、データを取って、で平均とか普通ってどのくらいかなっていうのをできつく見つめる。じゃあ29で 50% のラインになったら、29で婚活してたら遅いじゃないですか。それ大学4年生で就活始める就活生からっていう話になるでしょって。だからここを要するにきっちりとデータを見積もるということですね。だから2年前に戻すということになるわけですね。はい、これ炎上しそうですかね。はい、これ炎上しそうですか。だからもしね、皆さんが30代過ぎたぐらいの女性の人にですね、私結婚できないんだけどどうしてだろうって相談を受けたとします。まあ男性の方はいいです。はい、男性の方はいいです。そしたら松井君のことを思い出してあげてください。はい、それは30代の女性がですね、30代の女性が普通の男性を求めたら、それはうまくいかないんですよ。なんでかっていうとね、30から34歳の女性の平均未婚率は 34%、 つまり、これを考えるときに、君が32だとした場合に関して、すでに 34% の部類に入っていて、多数派である 66% ではないということになるわけですね。その状態ということは、君は婚活市場、つまり結婚という市場においては、君は負けている状態になっているんだと。ということは、普通の男性を求めてはいけないですねって。あなたは男性に選ばれる側ではないです。そしてましてや男性を選ぶ側ではないですね。相手が、男性の方が、人間だったら何でもいいですよっていうぐらいの気持ちで、婚活に丁寧な気持ちで臨まないと、それはうまくいきません。というふうに皆さんに言ってあげましょう。はい、
今のことを正直に守った結果、どのような不利益が生じたとしても私は一切責任を負いませんので皆さんご注意ください。はい、ということです。はい、皆さんね、男子諸君はしっかり頑張ってみましょう。真実を伝えることというのは優しさであるのである。松井菊です。